本日はシンクロナイズドスイミングの日本代表としてアトランタ、シドニー、アテネの3つのオリンピックで銀、銅、合わせて5つのメダルを獲得された武田美桜様においでいただきスピーチをお願いしております。それでは武田様よろしくお願いします。本日は76回を数える党大会が各も盛大に行われますこと誠におめでとうございます。そして本日このような晴れやかな日に私自身立ち会わせていただくことができ大変光栄に思っております。まずはじめに大変緊張しております。オリンピックの舞台の直前と今日とどちらが緊張しているかといえばもしかしたら今日かもしれないと思いながらこの壇上に上がる前の時間を過ごしておりました。このお話をさせていただくことで少し気が楽になりましたので早速お話を始めたいと思います。私自身はシンクロナイズドスイミングという競技を7歳の頃から、前回の2004年に行われましたアテネオリンピックまで21年間続けておりました。シンクロという競技といえばテレビでもご覧になっている方ファンでいらっしゃった方たくさんお見えになると思いますが要するにですね水の中で音楽に合わせながらお互いの動きを同調させていくというような競技でした。でさらにですね特に質問を受けるのが髪の毛がカチカチでテラッと光沢感があるのはなぜですかという質問を受けます。これはですねお菓子を作るゼリーを作るゼラチンをお湯でドロドロに溶かした状態のものを髪に塗っております。さらにはノーズクリップという鼻をこうつまむものなんですがそれをすることで鼻が高くなりますかというような質問を受けますが私の場合そうですね大先輩にあたる小谷美香子さんやそして私のデュエットのパートナーでありました立花美彩さんがなぜかすごくこう鼻筋の通っていらっしゃる方が多かったので高くなるイメージがあるそうなんですが私の場合、このように丸い団子のお花といいますかふにゃふにゃになりました。そんな非常に特殊な競技ではあったんですけどもその練習たるや過酷と自分でも本当にそんな風な印象を持っております。1日の水中の練習時間は10時間を超えました。オリンピックの直前などには本当に朝から晩までずっと水の中で過ごしておりましてそのためコーチのコメントを聞くにも立ち泳ぎでずっと聞いておりますので多い選手では1日2キロも体重をこう痩せてしまうといいますかそのためにその日のうちにそのカロリーを とにかくたくさん摂取して戻しておかなければ鍛えた筋肉をこうダメージを与えてしまうというかあとは浮力も必要な競技だったので1日5000キロカロリーを目標に食事をとっておりました。本当に苦しい中でも笑顔で演技をするというような本当に特殊な競技だったんですけどもこの選手であった21年間を過ごす中で私がやっててよかったなこんなことが学べたんだ私はと実感するものがあります。それは自分の限界を超えていくという取り組みでした。引退後は私自身のこのスポーツを通じての経験を特に子どもたちにそれを伝えたいなということで活動をさせていただいておりました。その中で私自身が本当に心に留めている言葉がございます。コーチからもう何度も何度も口を酸っぱくされながら教えていただいたことなんですが人間は本来 100% の能力が備わっているにもかかわらず自己防衛本能というのが働いてそれ以上を超えてしまうと例えば体の肉離れを起こしてしまったりそういう危険を察知してまず自分の無意識の中でシャッターを下ろしてしまうそうです。そのシャッターを下ろす時点というのがなんと2割とか3割の段階でシャッターを下ろしてしまう使ってない能力が潜在能力が8割もそんなぐらいあると残されているというふうに聞きました。
ところが私は選手を始めた頃、シンクロが好きで好きでもうそればっかりを考えて一日を過ごしていたんですけども、どうしても練習のしんどいことに負けてしまって、ああもう今日はこれ以上自分はできないわっていうふうに線を引いてしまう部分がありました。もう常に常にそれをずっと心に留めながらもなかなか越えていけない壁でもございましたが、まあ、私にとって非常に越えなければいけない壁というのが必ず選手の間にはやってきました。私は先ほどお名前を挙げさせていただきましたが、立花美亜さんという方とデュエットを組ませていただきまして、本当に当時大抜擢を受けるという形でデュエットをスタートしました。立花さんは私よりか身長が5センチ以上も高くて、そして筋肉も非常に柔軟性があってしなやかでスケールの大きな素晴らしい選手でした。そんな立花さんに私はどうやって合わせていこうか一生懸命頑張るのですが、なかなかもうやってもやってもうまくいかないんです。例えば水面上に私の自分の足が全部出ていたとしても、立花さんが同じく水面上に足が全部出てしまうと、当然その身長の差から私の方が低く見えてしまう。デュエットパートナーとしては低く見えるということは同調していないということになりますので、コーチからは限界を超えることをやっぱり求められました。あなたのその表情何なの、限界ですって言いたいの、あなたは血尿出たのって言いました。体にやはりそういう変調をきたすというところまで追い込むっていうことがもしかしたらその限界なのかもしれませんけども、その限界を設定しているのはあなたの心なのよということを、まあ、言われたわけです。私の中でいやこれ以上できないです、こんなに練習しててできないんだったら私はもう無理ですと本当に心の中で思ってしまっていたんですが、でもコーチからもう一つ言われた言葉があります。あなたがそこで限界を設定してできないと諦めるのであれば、この場から即刻立ち去りなさいと。パートナーとしてふさわしくない立花さんと私が、立花さんが力を抜いてもらって私の高さに合わせるということはデュエットとしての能力を下に設定してしまうことになるから、必ずもっと素晴らしい演技ができる選手がいるんだったらあなたはここまで来ないと、パートナーとしての役割が果たしていないんだよと、なるほどと思いました。そしてその時に、あ、私は自分で設定を限界の設定をしていて使っていない8割の力しまっているんだ、そう考えると使ってない力を使わないともったいないと本当に心底そう思うようになりました。それで私は自分を奮い立たせてなんとかやってみたんです。どうやったらできるんだろう、考えに考えて、そしてふと自分でも知らなかったこうエンジンブーストがこう点火するようなバーンと爆発するような演技ができるようになったんです。もしかしたらこれがその限界を設定したその未知の領域に入ったという感覚なのかもしれない。その喜びを知った時に、ああ選手の醍醐味ってもしかしたらこういうことなのかなと本当に非常に感動しました。今引退をしてまあ、いわば第二の人生を歩かせていただいております。でも人生の普通に生きているとやはり困難や葛藤必ず訪れます。でもそんな時に選手時代の 100% の能力のうち使ってない8割使おうと思うと、なんだか何でも乗り越えられるような自分の無限の可能性を信じられるようになりました。そして今この日本も100年に一度の世界経済危機の煽りを受けて非常に苦しい状況にあると思います。で今こそ一人一人が自分の限界の設定を超えて、やはりその達成感であったりとか超えたんだぞっていうような喜びを共有できるような、そんな近い将来を私自身期待しております。そして政治にはそのリーダーシップをぜひとも取っていただいて、その力を発揮した先がこんな風な形にしていけませんかというような、そういう道しるべになっていただきたいなと思っております。個人的なことですけども、私自身主人鈴木英家とともに今三重県で来たる衆議院選挙のために頑張っております。すいません。はい、ぜひとも限界の設定を一人一人が超えていくということを合言葉に、ともに自民党の皆様と頑張っていきたいと思います。今日は本当に貴重なお時間をいただいてありがとうございました。
武田様、ありがとうございました。ますますのご健勝とご活躍をお祈りいたします。